DTRS は日本のティアック社が提唱し商品化した業務用デジタルマルチトラックレコーダーと小型デジタルタクを用いた個人録音。手前のケースはハイ8テープのモノハイ8ビデオテープに 44.1kHz または 48kHz16 ビット直線量子化の PCM デジタル音声信号を8チャンネル記録することができる。 120分テープを用いると108分の連続記録ができる。1992年に最初の機種タスカム DA-88 が発売されて以来放送、制作用に広く用いられた。安価な DA-38B はホームレコーディングにも公的だった。DTRS は強力な同期機能を持っており、特殊な装置を使うことなく16台までの DTRS 機を同期運転することができ、この場合は 128CH のデジタル MTR として動作する。また、スンプと EV タイムコードを用いて音声トラックを潰すことなく映像機器との同期を取ることも可能である。後に DVD オーディオに対応する DTRS-HR フォーマットが開発された。また、SACD のフォーマットである DSD フォーマットで直接記録できる DSD 録音機としても発展した。これらの新しい機器も DTRS フォーマットでの録音再生をサポートしている。現在、録音再生機器の生産は終了している。ありがとうございます。